線路の果てに神秘に包まれたドゥリン族の町がある。そこでドゥリンの民は自由気ままに暮らしていた。あの悪夢の日が訪れるまでは。空が崩れ、地下水が流れ込み、町が濁流に飲まれ、子供たちの泣き叫ぶ声が反響した。災いは終わらず、ドゥリンたちは恐怖と絶望の中でもがいている。彼らを運命から救い出せる者、それはあんただ。これがお前の言う厄災か。Hehehe.